N か。知っているのか。その正体はわからないが、奴はこのシティの旧敵のメビウスだ。旧敵。多くの同胞が奴の手にかかり殺された。あ、なぜ奴のことを。いや、ただなんとなく。うん。どうしたの？モニカさんと話してた時何かあった？いや、特に何も。取り留めもない話さ。そう。さっき連絡があったんだけど、明日の作戦会議早朝からだって。早めに寝た方がいいよ。ああ、そうするよ。じゃあおやすみ。あ、おやすみ。そこのエレベーターを降りれば作戦司令室へ着くみたい。作戦会議って久々だよな。堅苦しくなきゃいいけどよ。なるほど、アグヌスのキャッスルへの潜入か。また随分と難易度が高い作戦だな。真の女王の行方を知ってるってやつ、誰だっけ。ゴンドーというものだ。ああ、それそれ。つまりはそのゴンドーってやつをキャッスルにある収容所から助け出しゃいいんだな。うん。奴らは捕らえた我々をすぐには殺さない。キャッスルの下部にある収容所へと収監するんだ。労働力にでもしているのか。副次的にはな。本来の目的は見せしめのためさ。見せしめ。奴らは毎年一回食の日にキャッスル南端の希望の丘という場所で捕らえた者たちの処刑を行う。そしてその一部始終を大空へと投影する。見せしめなのね。我々が無力だというな。処刑の場所が希望の丘って、悪い冗談にも程があるぜ。次の職までは一月くらいか。それまでに囚われた仲間たちと接触し、
女王の居場所に関する情報を得なくてはならない。ひと月ミオ、ま、やるっきゃないんだろ。やってやろうじゃねえかな。ああ、最速でやろう。一日だって無駄にできない。守備よく潜入できたとして、例のあれは大丈夫なのかな。ユーニー、例のって？メビウスのあの赤いやつ。ああ、あれか。先立って渡した眼帯には特殊な金属が埋め込まれている。それがあればお前たちがウロボロスであることは連中には分からない。情報を得た後はどうする？どうやって逃げ出す？ケベスのアナイアレーターを破壊したお前たちだ。逃げ出すだけなら造作もなかろう。俺らはいいとして、あんたらの話だ。我々のことは気にするな。覚悟はできている。納得しろと。これはそういう作戦だ。しかし、お前たちにも覚悟を決めてくれと言っている。わかった。だけどギリギリまでは俺たちも粘らせてもらう。それでいいよな？ギリギリである必要はない。ほどほどで構わんよ。キャッスルへの移動と潜入の手段は造兵局のサモンというノポンに任せてある。詳しくは彼から聞いてくれ。
名前確かに覚えたよ。
奴から来るといい。もう一度暴れてやるか。通らしたか。いざと君のいいところを見せてさ。いい感じだね。さあ黙ってきた。ここに決める。これでエーテルシリンダーは大丈夫だな。サモンさんの元へ行こう。船か、楽しみだね。ご苦労も。徹夜で組み込んどくから、明日の朝には船使えるようにしとくも。本当か。サモンに二言はないも。必ず仕上げとくも。ありがとう、サモンさん。礼には及ばないも。船いじりはサモンのライフワークも。それは。ああ、これは究極の船も。究極の船？そうも。大海の渦だろうとものともしないで突き進む、いまだかつてないすんごい船も。まだ建造途中だけど、いつか必ず完成させてみせるも。男の夢も。はい、できた。わあ、ありがとう。次は俺の番だぞ。材料ちゃんと持ってきたからさ、すっげえかっこいいのにしてくれよ。いいよ。武器は何がいい？剣？銃？素手。了解。なあ、ん？命の取り合いがなけりゃ、ヨランもあんなんだったんかな。ヨラン、お前また訓練サボってんなことやってたのか。別にサボってないよ。朝頭痛かったし、届けだって出したし。はあ？出したのノアだろ。ノア。まあいつものことだしね。よし、できた。お前、それなにそれ、ランツ？こっちはユーニで、こっちがノア。へえ、よく似てら。うまいもんだな。おお、すごいよ、ヨラン。そう？うん。俺たちって毎日剣を振ったり銃を撃ったりばかりだろ。
なのに本当すごいよ。なあ、これは誰だ？こんなやついたっけ？やけにかっこいいな。それは僕。これお前か？全然似てねえじゃん。うん、でもね、いつかそんな風になりたいなって。ダメかな？ダメなもんか。ヨランならなれるさ。こんなにすごいことができるんだから。本当になれんのかよ、適当言いやがって。適当なもんか。なれるよ絶対な、ヨラン。うん、僕頑張るよ。すっごく頑張る。あんな風に頼りにされて笑って。何が価値のあるもので何が価値のないものか、とても曖昧だよな。ああ。だけどあの笑顔は本物だと思う。守りたいと思わない？本当にぶん殴る相手、今度は間違えないようにしないとな。ああ、もう間違わねえ。見たのか？え？ムクロだ。お前自身のムクロ、見たことがあるのか？なんでそれを？目だよ。まるで自分の過去を見るような目をしていた。すげえな。長生きするとそんなこともわかるようになるのか。長生きというほど生きちゃいない。ただ勘は鋭いとよく言われる。チェ、勘かよ。なんでこいつら目覚めさせない？戦力になるだろう？それともメビウスたちの糧になるからか？糧にはならん。ここで目覚めさせれば命の火時計の束縛からは解放される。ならなんで？これは我々の戦いだ。いつ終わるとも知れないな。彼らの寿命は短い。勝手な都合に巻き込みたくないって？それもあるな。あるが、なんだよ。自分が何者なのかを知り、何を残せるのかを考えられる、そんな世界になってから目覚めさせてやりたい。自分が何者なのかを知る。ムクロのものか。ああ、そこにお前はいないぞ。え？お前にあるのは今と未来だ。過去のお前はお前ではない。今のお前が作ったものではないんだ。作る？だが未来のお前はお前自身で作り上げることができる。望めばどのようなお前にでもなれる。私が？お前はその力を持っている。望んだお前になる。モニカ、あんたって親父によく言われたよ。親父って？うん、
お前も同じさ。私が望む私に。なんだよ、相変わらず暑いの苦手なんだな。ああ、見られてたか。ま、ミオの作ってくれたスープはうまいけどな。本当？嬉しいよ、お世辞でも。お世辞じゃねえさ。飲む？味見を兼ねて。マジで？早起きはしとくもんだ。食堂あったろ。染みついちゃったからね。これしないとなんか一日が始まった気がしなくて。なるほどな。あの戦場からもう2ヶ月か。うん、つえな、ミオは。え？聞いたよ、ユーニから。俺たちと同じだって。ああ、そのこと。前に進もうって気持ちを整理して2度目にあいつに会った時思った。やっぱ無理かもって。私だって怖いよ。モニカさんたちから真実を聞いて、多分、ううん、きっとミヤビと再会するってそう確信したから。怖えよな、聞くの。うん、でも聞かないと進めない。ノアと同じってか。やっぱ強えよ。聞かなければ存在しないのと同じ。誰もがそう思いたいけど現実は違う。目をつむったからといってなくなりはしない。だから進む。うん、行ける限り、この命が続く限り私は進みたい、みんなと一緒に。俺もだ。みんな揃ってるみたいだぞ。なんだよ、俺がスープ飲みすぎて遅刻したとでも。
さあバウンダリーに乗ろう。うん、大丈夫？少し疲れただけだ。心配には及ばない。こんなところに一人でいるんだ。単独の方が諜報活動に向いているだろうしな。潜伏場所として申し分ない。海鮮自体が少ないからな。他の地域のように荒れることもないんだろう。なるほどね。海鮮の死亡原因の多くは蒸気する鉄巨神の沈没、歴史だ。ブレードで命を吸うのは難しい。今にして思えば少なくて当たり前か。皮肉だね。こんなに綺麗なわけが。それなんて、あと半分の理由。え、どうしたの急に。今ここにいる理由さ、言ったろ、あと半分あるって。うん、君だミオ。私？君は何かを残したがっている、僕たちの中に、この世界に。違うかい？それが何であるのかは想像するしかないし、その想像は間違っているのかもしれない。でもこれだけは言える、君の命は残り一月と少し、変えようのない事実だ。何かを残すにはあまりに短い。もしその時を延ばせるのだとしたら、君に時間を渡せるとしたら、僕だけじゃない、セナも、ノアも、みんなそう思っている。ミオ、もう泣けること言わないでよ。ごめん、泣かせるつもりでは。でもありがとう。ナミさんの影響？ユーニにも優しかったでしょ、そういうところ。どうかな、考えてみたこともなかったな。サフロージュ見つけたらお礼言わないとね。サフロージュ、ああ、そいつは名案だな。
ちょっと休憩しようぜ。